1>, 1階の羽田空港行きバス出口1階羽田空港行き出発ロビー羽田空港乗車券発売所1階の外国人案内所と手荷物預け所3階成田空港行き出発ロビー箱崎ロータリー中央部は成田空港行きリムジンバス発着場東京シティエアターミナルは東京都中央区日本橋箱崎町42番1号にあるバスターミナル専門店街である 略称は TCAT。都市計画法に基づく都市計画事業での施設名称は東京都市計画自動車ターミナル第5号箱崎バスターミナルである。運営会社の主な株主は日本空港ビルデング、日本航空、京浜急行電鉄、三菱自所、京成電鉄、東武鉄道である。東京シティエアターミナルは 東京国際空港へのバスターミナルとして1972年7月1日に開業した。1978年に新東京国際空港の開業に合わせ、東京特部から世界への出入り口の一端を担うようになり、以来ターミナルで日本航空やユナイテッド航空、エールフランス航空などの主な航空会社の搭乗手続きや、 出国審査の手続きが可能であった。しかし2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生直後、アメリカ連邦航空局の通達によって出発空港以外では北米線の搭乗手続きが不可となり出国手続きも搭乗手続きが必要なため不可となった。北米以外の路線ではカウンター業務が継続されたが各航空会社や 入国管理局のセキュリティ強化により、2002年7月15日に出国審査業務が終了し、同年12月31日で日本航空のカウンター業務廃止により、搭乗手続き業務がすべて撤退、終了した。現在はリムジンバスのターミナルとして機能している。廃止された搭乗手続きカウンター後には、各種店舗やレストランなどが入居している。地下鉄。 半蔵門潜水店宮前駅と直結しているなど、アクセスも良いほか、ロイヤルパークホテルと渡り、廊下で接続されているという利便性を活かして、貸し会議室の運営も行われている。空港に準ずる設備が備わっていることから、テレビドラマ等で空港のシーンとして、撮影に使われることも多い。なお、東京シティエアターミナルの略称 TCAT と、告示していたタクトは、 東京やカーゴシティターミナルの通称であった。1960年代、東京シティアターミナル構想の存在は、警視庁に伝えられておらず、建設が進んでから、その存在を知ることとなった。警察側の懸念はターミナルに集まる客のタクシー、成田空港間との直行バスで、ただでさえ交通が集中して、大渋滞が予測されていた、箱崎ジャンクション及び、 周辺の道路が麻痺しかねないというものであったが、1970年の時点ではハードによる対応は、すでに不可能であり、一般道に一方通行規制を設定するなどの対応しか取ることができなかった。2002年まで、本施設で登場手続き業務、出国審査業務を実施していた際は、以下のようなフロア運用を行っていた。 搭乗手続きを実施していたのは一部の航空会社であった。手に荷物もここでチェックインすることができた。1階で搭乗手続きを済ませて TCAT からリムジンバスを利用する場合、2階のバスチケットカウンターで乗車券発券時に航空会社、便名、座席番号が登録され、搭乗手続き済み旅客がどのバスに乗っているかを把握し、バス遅延などによる 航空機への乗り遅れ防止を図っていた。リムジンバスは、搭乗手続き済み旅客専用便と一般便が設定されていた。なお、搭乗手続き済み旅客と同行する場合に限って、送迎客も搭乗手続き済み旅客専用便を利用することができた。2階から3階に上がる階段、エスカレーターの直前に、ゲートがあり、バス乗車券を持っていない人は、 入場券を購入しないと3階に入ることができなかった。3階で出国審査を受けるためには登場券が必要であり TCAT で登場手続きが必要であった。TCAT での出国審査では、よそと同様に旅券に出国商員が応援されるほか、旅券に TCAT での出国審査済みを示す赤いしおりのような厚紙が挟み込まれ、 成田国際空港の出国審査場では職員専用通路で赤いしおりのような厚紙を渡すだけであった。このため成田国際空港の出国審査場が混雑していても順番待ちをする必要はなかった。なお TCAT での出国審査でパスポートに応印される出国書院は成田と表記されていた。他飲食店数施設あり、他 利用室、旅行商品の売店など、多数の施設がある。現在のバス路線過去のバス路線現在の、バス路線過去のバス路線撮影のご利用について、渋滞は、必死化け物インター空港用ビルも、併設、朝日新聞1970年11月10日、長官12班22面、8月から、ターミナルビル1階の周回道路の安全性と、利便性が、 大幅に向上します施設改良と、メトロリンク日本橋 E ラインの T、CAT 乗り入れについて、東京シティエアターミナル。2019年9月16日閲覧。東京シティエアターミナル発東京ビッグサイト業、乗車扱い休止のお知らせ。ありがとうございます。